皆さんどうもこんにちは、浦吉です。はい、ということでね、今日はね、何を起こすのかというと、その、ジオリジン版のザクワン、カッコ、シャア・アズダブルキですね。はい、はぁ、いねえよ、そんなやつ。いねえかな。あの、ジョニー・ライデンとかさ、新町中でさえさ、俺的にはさ、あの、秋葉原のガンプラコーナーにいたオタク二人の会話、うん、お、ジョニー・ライデン専用族だ。なんだよ、そんないたかどうかもわかんない設定だけのキャラ、そんな冷たいこと言わないでよっていう、あのオタク二人の会話、あれは全てそう、いたかもわかんないような設定だけのキャラ。ちょっと口回ってないけど、疲れちゃって、あの超疲れてるね、今。うん、今週ね、実はね、あるガンプラをね、全塗装しようと思ってたけど、無理かもしんない。ごめんね、そしたら。うん。はい、そんな感じでね。これね、ジオリジンね、ハマんなかったんだよね。あんな長くやられちゃった割には。ハマらなかった。アニメーションがさ、なんなのあれ。なんか、ほとんど CG なのあれ、ちょっと。かなり早い段階で、もう見限っちゃって、一応全部見たんだけど、かなり早い段階で見限ってた。うん。で、ユニコーンの後にまた一年戦争を持ってこられてもなっていうのもあったね。ユニコーンは大傑作だったからね。で、オリジンでもいろいろなんかその、改変というか改悪された設定としては、まあ、ザクワンのこの、シャア・アズナブルキが、実は存在したっていう、この設定が一番のね、ダメ設定だったかもしれない。いねえよ。うん。シャア専用ザクワンも、シャア専用ゴッグも、シャア専用アッガイも、いねえよ。いない。いないです。はい。うん。その、ザクワンっていうのはこいつしかいないんだよ。うん、こいつしかいないよ。うん、こいつだけ。うん。ね。これ。ガネの感じは。もうちょっと太ってるよね。劇中ね。うん。そのザクでは無理だって、さらに言われてたでしょ。うん。ちょっと見ていきましょうね。このとこの、ただいま俺、ジョニー・ライデンとか新松坂でさえ、そんな期待ねえよ。そんなパイロットねえよって感じなのに、さあ、セイラー・ザ・ブルキってこれ。あ、じゃあガンプラオタクが突き出そうな設定じゃん。ザクワンとかゴッグとかさ、アッカイをさあ、専用用に塗るじゃん。あれと同じレベルだぜ、これ。でね、オリジンのキットも実は2個しか持ってません。これと、あとやっぱ同じくザクワンのデニムスレンダーキしか持ってません。あとは持ってない、確か。オリジンは。あ、ぶっちゃけ、そんな俺好きじゃねえんだよね。ただ、キットの出来はすげえいいなと思った。うん。だから、ちっこい MG とまでは言わないけど、それに近い。ですね。うん。中見ていきましょうね。これ塗ろうかな、どうしようかな。はい、こんな感じでね、ちょっと薄汚れたピンクですね。マジ、シャアのピンクはマジサーモンピンクに統一してるんねやな。これ何色だよ、シャアのピンクはサーモンピンクと小豆色。うん。サーモンピンクと小豆色以外認めない。はい。で、ちなみにね、このザクワン、シャアアズダブル登場機買うんだったら、ザクワンのあのデニムスレンダー機買った方がいいっすよ。うん。あの、縦はついてないものの、デニムスレンダー機にはね、あの武装がいっぱいついてます。うん、あの、お得です。お買い得です。はい。あの、ザクワン、シャアアズダブル機はね、あの、シールド以外はね、あの、新規パーツないようにね、むしろパーツが減ってます。はい。シールド弾がいらねえよっていう人は、デニムスレンダー機を買いましょう。うん。この盾が欲しいがためにね、結構損しますよ。マジで。そもそもザクワンにシールドあんのかよっていう。じゃ、盾につけるのっていう話だよ。うん。いろいろ、設定がダメだよね。うん。なんか違うよねっていう。うん。スパイクシールドだったらまだわかんないけどね。これはちょっと変じゃない？このシールド設定は。うん。キットの出来は非常にいいんだけどね。うん。俺あんま好きじゃねえなっていう感じね。そもそも俺あれはんだな。あ、この黒い三連星の
ザクワンでさえ懐疑的なんだから。こんなのいねえよみたいな。うん。いねえよっていう。うん。これ、だよね。うん。っていうか、このスパイクシールドを持ってたからすら怪しいんだから。うん。あの、ザクっていうのは、ザクワンっていうのは、こいつだけだよ。こいつ。うん、劇場版でなんかいたけどさ、ちょっとだけ映ったけど、うん、これ、ザクワンってこれだけ。はい。そんな感じでね、ちょっと短めの動画で終わります。どうせみんな3分しか見ねえからさ。はい、そんな感じでね、プラチスでした。バイバイ。